どうしたロイド。強い敵と戦うためにはもっと知らなきゃいけないことがあると思うんだ。なんだよロイド、お前はもっと強くなる。え、思慮の伴わぬ剣を振るい続けるのは容易だ。波の敵ならそれで肩もつこう。だが本当の強敵と相対した時には通じません。ロイド、お前はそれが分かりつつある。だからお前はもっと強くなるだろう。そうかな。強くなれロイド。
ふざけないで。そんな安い値段で売れるもんですか。こんなちんけな店の品物に金を恵んでもらえるだけでもありがたいと思わないのか。薄汚いディザイアンが偉そうに。こっちはあんたたちみたいなのにグミ一つだって売りたくないのよ。ショコラ、やめて。だってお母さん、こいつらおばあちゃんを連れてった悪魔なんだよ。いい度胸だな、娘。そんな態度でいるとこの町やお前自身がどうなっても知らないぞ。やれるもんですか。ドア総督がいる限りあんたたちになんて屈しないんだから。こいつ、よせ。今年の間引き量を超えてしまう。これ以上はマグニス様の許可が必要だ。ち、マグニス様のご意向次第では命の保証はできないぞ。じゃあお母さん、私仕事に行ってくるね。気をつけてね。お客さん、ごめんなさい、驚かれたでしょ。さあさあ、気を取り直して見てってくださいね。パルマコスタの人たちって勇敢だよね。ああ、頑張ってディザイアに立ち向かおうとしてるからな。ほんと、イセリアの人たちにも見せてやりたいよ。総督府のドアって人がうまく町をまとめているみたいだね。まずはそのドアって人に話を聞いてみましょう。
コレットの偽物なんてとんでもねえの。そうね、とんでもない罰当たりだわ。偽物なんてなんだか有名人みたいだね。お前な、お前は今世界中が注目する有名人なんだぞ。あ、そうだったね。なんだか実感ないけど。おいおい、大丈夫かよ。あいつらムカつくな。偽巫女のやつらでしょ。僕も悔しくって。そうだよな、世界を救おうとしてるのはコレットなんだぜ。え、コレットは悔しくないのか。巫女がたくさんいたら世界が救われる可能性も増えていいよね。はあ、
容赦はしなくてよ。援護するわ。バリア無駄だ。援護するわ。バリア、どうだ。援護するわ。まだまだいけるぜ。ここに集いで神集中できて、エイエイエイトラスト、フラッグ援護するわ。行こう。決まったぜ。援護するわ。終わりやないから、エイエイ行こう。エイまだまだいけるぜ。ここに届いた。まだまだいけるぜ。